はい改めまして茨城キングでございます。はい,、はい、い社会の授業なんですがお願いします。はい社会社会はね五十ャッ百系ねはい。 結構これ来てますね。大放出してますけどね。まだまだあります、ね。そうまだまだねこれ届いてまして、うん、はいありがたいことなんですが今日もですねたくさんの五ジャップ百景を紹介させていただこうと思います。はい、ではゴジャップ百景と言いますのはあの皆さん一人一人が五ジャップだなと感じていただけるようなねまああの感じた写真をお投稿してもらいましてそれをまあ紹介するってコーナーなんですが一応は茨城県内であれば、うん、まあ特に。 ジャンル問わず、はい、はいはいその人がごじゃっぺだなと思えば,思えば何でもオッケーというね、はいうん、えまあそういう感じですけどもねはいじゃあ今日の一枚目の写真から見ていきましょう一枚目はこちらです、はい、じゃじゃん<ー>動物園ではないですね <laughs> これは田んぼですか後ろは後ろこれ田んぼでしょ 緑はね旗が立ってますけどちょっと物なんか建設現場のなんかね資材置き場的なね感じのイメージですけどもねはははいいいこれすごいですねまたこれラ？ゴリラ」「キングコング」みたいなねああもうキングコングだからあの目線シリーズのやつですかね ですねある意味キャラクターとも言えますし以前にあった「自由の女神」とね、はい、セットみたいな感じでね「自由の女神とかかの、ね」と「漢、は、歌、いはい」のニューヨークでこうキングコ具がみたいなね、まあ、そんなイメージもありますけどこれあれですね、はい、でもこれ多分この状態じゃなかったんじゃないですか足が変だからなだから多分これどっかに引っかかってたんですよきっとあ<ー>ビルとかに。 そういう気がしますけどね垂直なところにこう足引っ掛けてたんですねうん、そういう気がするそれを持ってきたっていうかねはいっていう感じがしますけどご投稿いただいたのはクリボーさんですねはい、上層市っていうことでうん、言われてみれば見たことがあるようになってね本当ですかはい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 そんな感じでございますようん。あとまあ周りに山がないからねだいたいまあ 県政とか県南かだみたいなつくばさん隠れてる気もするけどねはいはいということでありがとうございますはいじゃあ次ですね二枚目の写真見ていきましょうはいはいああ来たよ来たよこれは農器具の泥棒に注意はいこれはね、まあ、ごちゃっぺではないんですけども、はい そのまあね農業やってる人はまあ別としてあんまり別に農業とかはね特に関わらない方はえ泥棒なんかされんのかっていうふうにちょっと思うじゃないですかなんかごちゃっぺだなと思うんですけどこれれれ泥棒ささまますすす普通にそうなんでか結構されちゃうんですよ。っていうのは農家って結構土地が広かったりとかちょっと離れに農機具置いといたりするじゃないですか。それれ盗まちゃうんですよ 盗んだんじゃなくてその農家さん同士のあこれカリッまマウェいなじゃないもちろんそれはあるかもしれないですけどそれはでも大体帰ってくるじゃないですかそうか帰ってこないですからええそうなんですよこちらはですねドクマムシさんからいただきましたありがとうございますごちゃっぺとは違うかもしれませんが龍ヶ崎市南端の農村で見つけましたあやっぱりね農村でのどかだねなどと笑っていたら同級生の家からコンバインが盗まれてしまいました注意しましょうそうそう うちもねえー、うちもってかうちじゃないですけど、はい、あの近所でトラクターが盗まれましたトラクターがはい、はい、そう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 普通に盗まれちゃうんですトラクターが盗まれるんですはいだからあとはキーをね、えー、つけっぱなしとか結構農家は多いんですよははいはい、はい、結構注意しない、ね。ゃ大丈夫だってって言って、ね、そううちもねあとね缶コーヒーがねなくなったら何本かわかんないっすだから缶コーヒーのストックが置いてあったんですかいやなんかうちの親父が言うには、はい、缶コーヒーが何本かねえんだよとか 感情別に。いや、わかんない。そう、だから、注意しましょうってことです閉じまりはね。これ危険ですね。そう、結構農家緩いんで。はいはいはい。最近は、あとね、あの取れたばっかりのお米とか。あそれはちょっと。ね梨とか、いろいろ最近だね、こうあるじゃないですか。はいはい、結構果物とか盗んじゃうってあるんで。はい。ぜひ、これは。はい、皆さんもご注意ください。はい、泥棒しないでください。まあ、もちろんね。まあ、大体泥棒見てないと思うけどね。はいはい。まあ、そういうことですね。ありがとうございました。

っていうねまあなんかそういうちょっとはいはいはいまあちょっとどういう意図かわかりませんけどもしゃべれない人からの投稿みたいなはい、はい、え時折話題になる話題に出るこれですが、はい、僕もついに見つけてしまいましたお口果てそうな看板に書いてありましたやっぱり理由が気になります <laughs> <ー>なぜスタミナラーメンということで結局これ理由は全然送られてこないですね写真が増えるばかりでね、うん、一方で私もこの間運転してたら、はい あったんですよ。ただ悪化信号から青信号に変わる瞬間に見つけて、あーっていう。場所覚えてますか？場所覚えてます。じゃあね、今度今度ぜひ行きたい。わかりました。なんかねでもなんかやだなこれでねちょっとうちらが宣伝しちゃってるみたいなところもあって、まあスタミナ冷やし自体は全然宣伝してもいいんですけど、ちょっとこの落書きをね宣伝するのは不本意なところではありますけどもね。公共物への落書きは。 ダメですよというね。ダメ絶対。ダメ絶対。はい。ということでね。えーうん、では四番目ですね。最後になりますが、芋息子さんの投稿です。はい。あ、はい、田んぼですか。田んぼね,ね、まだ稲刈り前のこれは田んぼですかね。<ー>で、芋息子さんのコメントではですね、芋稲刈りの後のもみすりのため年に一度通過するので。 え見る光景でですとでこの写真からはさっぱり分かりませんが、はいうん、奥の高台を注視してくださいと奥の高台あ緑の方が見えますね、はい、ますこれを注視するとなんかはいはい<ん>まだ高台の下ですかこれはね緑のなんか上の方に高台があるんで,いいで、ね、この上に何かあるわけですか<ん>、はい、じゃこれが え近づきました何かいますってことで言ってますね何かいますで次に急な階段を上った先に待っていたのはえ、うん、アンキロサウルスですねこれアンキロサウルスって言うんですかそうですよねあの上の硬いね背中がねで尻尾のところが丸い玉みたいについてるんですよ、えー 形がねははいい一応恐竜博士なんでそう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 ねえこれ何ですかただこれだけいるって感じ何ですかねでもその後続きもあるみたいあな何ですかこれはええと豆腐から見えたのはこの恐竜あこれが下から見て高台に見えたまあ首が長いからねまあ見えるある意味ねこれナメ形のね椎的な感じにも見えますしねえっナメ形だからねああ だそうですよ皆さん、はい。ということで変な拾い方をしましたがなめがたのネッシーはナッシーというね。まあ、もう広げないでただこの恐竜は実は、うん、ただの恐竜ではないということではいあー遊具になってるんだ滑り台ね、えー、お尻から出てくるっていう意味ですねあ本当だ、まあ、お尻っていうよりは上段でねはは、うん、はいはい、はいですけどまあ 子供の遊具になってる。うん、アンキロサウルスはなってないのがね、あれ気になりますけどね。ねあれは普通なんですかね。はい、背中がネットになってるとか、えー、違うかな。コ<あ><あ>ランポリ的な？はいはい。あ結局これはこの二匹しかいないのかな。えー、あ肉食恐竜がいない平和な公園ですね。ねうで 左の方にもなんか見えるけど。はいはい。で、これは、ええと、正式名称はわかりませんが、恐竜公園と呼ばれています。ああ、まあ、まさにそのままですね。前々から気になってはいましたが、投稿ネタとして思い切って、立ち寄ってみました。ああ、わざわざ、ありがとうございます。やっぱ、そういうことですよね。このね、わざわざってのは、なんか難しいんですよ。たまに見るんだけど。ああ、過ぎちゃったみたいなね。そう、五十八けにこれが必要なんですね。 で、場所はマニアックすぎて説明できませんんえそなマニアックな場所ねどこなんでしょうということで、えー、もしご存知の方いらっしゃいましたらねあ,、はい、あの、どの辺だよなんて教えて頂けどねこれ水戸のの森林公園じゃないのかないかね、私も最初そうかなと思ったんですけど、ね、でも森林があんまり生い茂ってないんで、うん、ちょっと違うっぽい まあまあはいねなんかありましたけどははいい気のせいでしょうということで皆さん投稿ありがとうございましたありがとうございましたはいごジャップやっお待ちしておりますよろしくお願いしますはいではですね次にまた先週に引き続きまして茨城のご当地ゲームゴージャンについてね見ていきたいと思うんですがこちらまあカードゲームということでこんなカードがありますよというのをね 選手もお見せしましたが国道無双、はい、国道無双双国国道道ですね、うん、国道がまあ揃って要はこういったカードをいろいろ揃えて共通のものを揃えていくとこう上がれるみたいなねそんなゲームになってましてね、うん、はいはいはいで、えー、国道以外にもも,もちろんいろいろありまして、はいえー、じゃあこの一覧表みたいなの出ますかね、うん、はいそうなんですよ、まあ、上の方にこれまあ私が勝手に考えたやつなんですけど、はい、ジャジャンとこう。 例えばタワーだったら、えー、パノラマ公園とかね水戸のアートタワーとかね虹の塔とかいろいろありますけど、はいえー、シビックセンターとかね、はい、鹿島スタジアムとかありますけど、まあ、あと食べ物だったりとかねうん、うんはいろいろありましてまあ、こういうね、まあ、剣王だったらこれだなとか剣制はこれだなみたいな、まあ、こういうのをですねどん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 この埋めていってもらっていろいろ皆さんねやっぱこれを入れたいとかこれをね これは違うだろうとあるかと思いますので、はい、まあそんなですねご意見といいますか、はいネタの投稿お待ちしております。お待ちしております。でですねこのあのネタにつきましてはあの美術の天の声先生がね、はい、はいはいはい天の,天の声先生があのツイッターでつぶやくとえ、うん、あの授業の前におっしゃってましたんで<え>どうなんでしょうねまあもしかしたらもうつぶやいているかもしれませんけどはいはいはいあのこの えー、内容をですね。投稿していただけるようなホームページというかね。はい,は,いは,いはい、投稿フォームと言いますか。はい、はい。そういったものがあるらしいので、そちらをですね。ぜひチェックしていただければと思います。はい、まあ、この機会に良かったら、皆さん、あの、天の声先生もフォローしてあげてください。<あ>はい。そうですね。あの、<ー>きっと、まあ、フォローしてなくても、シャープいばきだ。はい。はい。こちらのタグをつけて、つぶやいているかと思いますので。はい。付け忘れがなければ、大体、大、皆さんの元にも。はい。 届いているかと思います、はい、ということでですねそちらの方もですね、えー、ネタの投稿お待ちしておりますはいお待ちしてますはいということでですね1時間目の社会の授業でしたそれでは礼